ジジイ、ただいま。おかえり。今日もあいつら入りさせないわよ。大丈夫だよ、来てないから。玄関にはね。よいしょ。あんたたち何言えませんだよ。門町よ、門町の門町よ。あとはあの元凶のクソ息子ね。怠慢で勝負しようじゃないか。望むところよ。これでもう懲りたかしら。さあね。どういうことだ。お母さんがバケツを使ってペンキを撒いてる間に、また試しを食べに来てた浜井先生を身代わりに使ったのさ。塗られても私はまだまだ戦えるわ。あんたたち、人の家を使うときはマナーが大切なのよ。はい、ごめんなさい。ま、分かってくれたらいいの。マナーを守ってくれたらまた遊びに来てもいいわ。え、いいの？いいわよ。みんなちゃんと遊んでるかしら。始まりました、スプラトゥーン3。おお、画質いいな。もう画質いいなじゃない。おい、何画質いいの、何なんだよ。あ、ヤネスケの短パン見つけました。少しめっちゃむずいな。園長やりたい、ヤネスケやりたい。やだよ、ヤネスケやりたい。やだよ、ヤネスケやりたい。やだよ、ヤネスケやりたい。お、楽しむんじゃねえよ。やってらんねえよ、こんな。つまんねえな。俺が一応やっといてやるよ。バンカラ街って書いてある。え、ちょっと待ってよ。おい、なんだよバンカラ街って。バンカラ街、どこだよバンカラ街って。こっからが重要かもしれないな。うん。うわあ、これがバンカラ街。これじゃない、これじゃない。ああ、
なんか中国みたいだね。何この広告がすごい。うん、スルホ始まった。やられたなこれ。本当にバンカラジオじゃん。今こんなとこやな。えい、それじゃこれにて落着。ほな解散。解散すんな。おい、ちょっと待って。本当に出てきたわ、バンカラが。バンカラがい、うわ全部じゃん。任天堂さんどういうことですか。今急速に発展してる生かした街だ。ん、なんだあの老人はすごくこっちを見てるような。浜井さんですか。浜井さんもば、おい大好き。浜井さんかもね。まあ、浜井さんはまあいいだろう。浜井さんはいいよ。あの人に肖像権ないから。でも可愛いね。うん、まあもちろん老人はほっといて、うん、バトルでしょ。え、大好き楽しんでない。え、楽しくねえよこんなの。だってほら、なんかイカになってほら歩いてたり、遊んでるじゃん、ヤネスケ。いやいやいや、いや、もう終わりでいいよ、もう。いや、試すんだよ。試す、ほんとに。うん、まさかでもあそこまでがっつりバンカラジオ出てくると思わなかったな。おい、なんでだよこれ、ニンテンドーショップって。あ、これやんないと通信できないんだよ。おい、バトルできねえじゃねえかよ。あとカメラももうメモリーがなくなっちゃった。おい、グダグダじゃねえかよ。俺は天才小学生ヤネスケ、ゲームが大好きだ。そしてこいつは最強の母キーコ、いつも俺の邪魔をしてくる。ヤネちゃん、いつまでやめてんの。お外で遊んできなさい。外は寒いし嫌だよ。いい加減にしなさいよ。あなた特別じゃない、行かなきゃ。そのことゲームの世界に入れたらな。ではゲームの世界に連れて行ってあげましょうか。え、お前誰。俺ちゃんはブラック悪魔系 YouTuber です。トップ YouTuber を目指して動画投稿してます。あ、そうなの。では契約書にサインを。あ、はい、ディール。それでは天才小学生ヤネスケくんがもしもゲームの世界に行ったら撮影開始です。うわー、ここはどこだ。ゲームの世界ですよ。ゲームの世界、本当に。もちろんです。ジーン、うわ、なんだそいつ。助手のカメラちゃんです。撮影を手伝ってくれます。ジーン、俺ちゃんたちは撮影のためヤネスケくんの冒険についていきますよ。まあいいけど、それよりここ本当にゲームの世界なのか。あ、誰かいるぞ。すみません、ここってどこですか。あれ、本当だ、同じことしか話さない。ゲームの世界の住人ですから。本当にゲームの中に入ったのか。この RPG クリアするまでゲームの世界を楽しんじゃってください。よっしゃ、魔王の退治頑張るぞ。レベル上げ。やあ、さすがは天才小学生、楽勝ですね。まだ序盤だし、モンスターも雑魚だね。どんどん倒してレベルアップしちゃいましょう。言われなくても。はっ、なんだこの音。レベルアップですね。お、武器が強くなった。いい調子ですね。そろそろ最初のボスに挑戦できそうですよ。よっしゃ、やってやる。よくここまで来たな。俺様は魔王の腹心の部下、
その名も、あ、ヤネスケくん、素晴らしい強さです。じぃこの世界、楽しい。さあ、どんどんゲームを進めちゃいましょう。こうして俺は様々な困難を乗り越え、最後のラスボスまでたどり着いたのだった。魔王登場。ようやく魔王と戦うのか。頑張ってくださいね、ヤネスケくん。じぃ、ここまでいっぱい魔物を倒してレベルアップしたし、大丈夫だろう。よくここまで来たな、構造。うわ、でか。あの方が魔王みたいです。じぃ、お前では私に勝つことはできない。それはどうかな。俺の攻撃は、あれ、今度はこちらの番だ。ぐわー、どうした小僧、これで終わりか。こんなの勝てっこないよ。ではとどめだ。